こんにちは。日本白煙通拝見研究会の石川です。この講座は初めての白煙通拝見ということで、通拝見の基礎を解説していっています。はい、では今回は第11回目。前回は4大名山の一つである長山、下から打ち上げるものを練習していきました。で、今回は水山で、両手で押す、打つという技法ですね。はい、やっていきましょう。両手で押します。で、打つところはここ、両手のこの部分、ここを使って打つ。で、ただ押すんではなく、抱え上げて打つ。ぐーっと溜め込んだものを押し出すイメージです。正面、抱え上げて押し出す。つまり、体の使い方をしっかり使って押し出す。力じゃなく、この反動というか、この瞬発力でパッと投げる。はい、はい、では今回はここまで。ありがとうございました。また次回に続きますので、次回も見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。